こんにちは、塩の山の三枝クララです。今日は2020年2月29日、2月最後の日です。今日もよろしくお願いします。今朝は2つの啓示を受けました。この動画では1つ目の啓示をお伝えさせていただきます。そして次の動画で2つ目の啓示をお伝えさせていただきます。その一つ目の啓示とは、署名詐欺に注意するようにとのことでした。私は今朝この啓示を受けるまで、署名詐欺なんて言葉も、そしてそんな犯罪があることも全く知りませんでしたが、社会的団体のふりをしたり、統計虚偽などの怪しい署名活動や、重要なところは隠して見せないで署名サインしてしまって、それで後で善意でサインしたのにもかかわらず、とんでもない事件に巻き込まれるとか、これからますます巧妙な詐欺が増えていくので、むやみに署名しない方が良いようです。最近では署名運動の呼びかけは街角だけではなく、ネットでも署名ができるようになりましたので、たかが署名とは思わず、署名するときには自分の名前を書くわけですから、慎重に確認してから署名をしてください。今朝は一つ目の啓示、署名詐欺に注意してって神様が教えてくれましたので、みんなで気をつけましょう。では今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。